回復魔法を大いに尊敬する。スカイリムにはもっと治癒士が必要だ。油断せず見張っていなくちゃな。嫌なドラゴンたちがいつ舞い降りてくるか。面倒を起こす気はないな。何か用か。ファルクが高く評価していたのはお前か。ようこそ。ポテマか。かつてのソリチュードの女王にして記録に残っている中で一番危険な狩猟術師だ。500年近く前に帝国が崩壊しそうになったのは彼女の仕業なのだ。確か彼女についての本を持っていたはずなのだが、召喚された魂はそのままで生き返るわけではない。彼女が蘇るためにはさらなる助けが必要なのだ。今の時点では狼の女王は彼女に使いたがっている使者で溢れたところへ撤退している。彼女は地下墓地にいるのだ。数日前、女王の手先の一人が神々の聖堂の壁を破って侵入してきた。我々は君に地下墓地へ行ってもらわなければならない。そうだ、召喚の儀式に立ち会っていたお前をわざわざファルクに呼びに行かせたのだ。今お前はポテマとつながりがある。一人で女王に対処しなければならない。女王の手先の処分なら助けることはできるがな。それで地下墓地に集中できるだろう。ポテマに関しては遺体を見つけなければならない。おそらくスケルトンだ。そしてアーケイによって清めるため地下墓地から運び出さなければならないのだ。実に面白い存在だ。もちろん強情で邪悪、意地が悪いが同時に素晴らしい狩猟術師でもある。彼女は皇帝の座まであと少しだったのだが、結局彼女が皇帝になることはなかった。皮肉なことだ。もし今日彼女がまだ生きていたら、彼女は唯一のセプティムの血を継ぐものだったのに。今なら間違いなく彼女が皇帝になれたのだ。末永い人生にアーケーの加護を。
パイスの積み荷を東帝都社が引き止めているんです。誰か荷を下ろすよう説得してくれませんか。ありがとう。済んだら教えてください。手間をかけたお礼がしたいの。どうぞご覧ください。お気をつけて。スカイリームを旅するには大変な時期のようです。ああ、また新顔か。俺はハンマーフェルから来たんだ。たくさんの人に会ってるから全員覚えちゃいられない。ああ、だがソリチュードにはまだいるつもりだ。フィハダの矢を作る腕前に惹かれてここに来たんだ。学びたいんだよ。それにスカイリムにはまだまだ見たいところがあるんだ。ウィンドヘルムって街があるらしいな。真っ白な、なんだっけ。ああ、そう、雪。そいつで覆われてるって聞く。ずっと西の方には廃墟がある。ボルスキーグだ。中には真っ黒な壁があって、なんとそいつが喋るんだ。古代の竜の言葉で。俺には想像もつかなかった不思議が、ここにはいっぱいだ。仲間の旅人と話をするのはいいもんだ。ウィンキングスキーバーでは暖かいベッド。よそへ行って。誰に向かって話してると思ってるの。出て行って。ナイフで刺されたい。その腹に刺してもらいたい。嫌ならディージャに話しかけるのはやめな。この地位を得られたのは私のいとこが皇帝だからだっていう人もいるけど、そんなのじゃないわ。いとこは何もしてくれない。私の結婚式にだって出席しないんだし。ああ、そうね。関税の2000ゴールドを払うつもりなら用意しておくわ。そうね。間もなくニガソリチュードに運ばれるってエベットさんに言っていいわよ。どんなものでも揃ってるわ。質問があったら言ってね。もし薬を探しているのならおばと話すといいわ。アンジェリネモラードよ。アンジェラのアロマショップへようこそ。あんたあちこち旅してるんだろ。ホワイトランに行ったことはあるかい。本当かい。そこに行ったことのある人間にまさか会えるとは思ってなかったよ。娘のフーラは帝国軍に参加してからホワイトランに配属された。あんたが娘に会っているんじゃないかって期待してたのさ。最近は彼女から頼りがないんだ。アルディス隊長と話してみたが何の助けにもならなかった。それはありがたい。アルディス隊長から得られる情報はどんなものでも吉報だよ。ああ、それじゃあ錬金術師さん。今
度ハーブや薬が必要になったら私を思い出すんだよ。スパイス入りワインで寒さを撃退しましょう。リンゴ、トマト、取れたての魚、キャベツ、スパイス入りワインで、あなたのような放浪者には活力がいるでしょう。スパイス入りワインは？どうもありがとう。荷物があるたびにこの騒ぎですよ。これは手間をかけたお礼です。なんでかな、冒険者として新たな人生を送っているのが正しい気がするんだ。これこそが天命さ。じゃあここにいる。最初は農作業がいいぞ。行こう。待ってるよ。一般的に情報の提供は知るべき者のみに行う。いつ、どうやって伝えるべきかずっと考えていたんだ。彼女の娘がホワイトランに送られた折、小競り合いが勃発した。ホワイトランの特使はストームクロークの位置を知る必要があった。彼は捜索のために石膏隊を送り出した。隊は大規模な軍に出くわして、誰も戻ってこなかったらしい。兵士のモラードは、アンジェラの娘はその石膏隊にいた。彼女については以上だ。八大神の祝福がありますように。ご用は何ですか？やっと来たわね。私を束縛から守ってくれた英雄の帰還よ。感謝すべきことが山ほどあるわ。あなたが死んだら蘇らせて私のそばに置いてあげる。すぐに私に仕えることになるわ。やめて。